脳絶目は接触器官の形態によって区別される複足綱のグループ。藻類の細胞壁に穴を開けて細胞内容物を吸引して接触する。そのために単列の死絶とそれを収納する下脳と呼ばれる器官を持つ。一部の種は接触した藻類の葉緑体を腸壁の細胞に取り込み光合成をさせ栄養を得る。数百種からなる分類群で 体長は数ミリメートルから5センチメートル程度。貝殻を持つもの、持たないものなど多様な形態が見られる。共通した特徴として、多くの巻貝では複数列からなる施設が単列になっており、一度に一本の歯しか接触に使用しない点が挙げられる。また通常、使用により摩耗した施設は捨てられるが、この分類群では使用後の歯を保持し、 溜めておく袋状の器官を持つ。この絶能は、能絶名を定義する重要な特徴である。ブーシェイアンドラクロイを基本とし、他の情報を補足する。能絶名は古くは、アトエラ類に含まれたが、現在もエラ類は、ユーハイ類、前菜類の一部と合わせて、分類が再検討されており、能絶名の系統学的位置は、不明確である。一方、能絶名の単系統性は、 分子系統解析から確認されている。海分類については前線に従うほとんどの種は、藻類を食べる。強食性であり、種ごとに食べる藻類種は多くても実種程度に限定され、種ごとに異なった藻類を食べる。多くの餌藻類は、多角体からなる、岩たや羽も類である。これは、大きな細胞を持つ藻類であれば、一回細胞壁に穴を開ければ、 多くの細胞内容物を一度に接触できるためと考えられている。特殊な生態として接触した藻類の葉緑体を細胞内に取り込み、光合成能を数時間から数ヶ月保持すると、葉緑体現象が知られている。他のイエラ類と同様に、死有動体であるが、自家生殖は行わない。頭部の右側にペニスと膣を持ち、降雪によって、 個体と互いの生種を渡し合う。一部の種では、ペニスが、キチン質の棘を持ち、これをタコ体の体に、直接刺すことで、生子を渡す。極域を除く、全世界の海に分布しており、日本近海にも100種以上の種が生息している。多くは、水深20メートルより浅いところに生息し、タイドプールなどでも観察できる。ありがとうございます。